集合住宅の駐輪場で燃え上がる炎。おととい午前4時40分ごろに長崎市福田本町で起きたこの火事で15台もの二輪車が全焼しました。止めてあったバイクや自転車それぞれに火がついているのが分かります。爆発音みたいなパンって音がしたんで、どうしたのかなと思って、まあ、カーテン開けたら真っ赤だったんで、火の手が上がってて、もう私は怖くて見れなくて、こっちに移ったらどうしようとかは思いましたね。現場となったアパートの敷地内では先月27日から28日にかけての夜間に飲食店の紙の容器が焼かれているのが見つかっていて、不安を感じた住人は警察に相談したということです。バイクとかいろいろパンクとかいろいろさせられていたんですけど、その前にこれが最初の放火。住人によると今年8月ごろからバイクのシートが切られたりパンクさせられたりしていたということです。警察は今回の火事について放火の可能性も視野に捜査し、周辺のパトロールを強化しています。